大家好，我是大姐。大家跟朋友一起去餐厅、咖啡厅、居酒屋的时候，一定会说“我上个厕所”。我很喜欢喝酒，所以很常说这个中文。那用日文怎么说呢？今天我要介绍最一般的说法是“ちょっとトイレ行ってくる”。ちょっとトイレ行ってくる。敬语的话。ちょっとトイレに行ってきます。就好了。ちょっとトイレに行ってくる。不管有没有に都可以。鱼尾加ね。ちょっとトイレ行ってくるね。也很自然、很简单吧。更正式的话、お手洗いに行ってきます。很有礼貌的说法。小朋友的手法的话，おしっこしてくる，跟我要去尿尿一样吧。偶尔我喝醉的时候才说おしっこしてくる。还有你跟朋友、恋人一起逛街的时候，你想去厕所，就可以说ごめん、ちょっとトイレ行ってくるから待ってて。我要去厕所，你等我一下。说ごめん比较自然一点，然后从厕所回来的时候就可以说お待たせ久等了。ちょっとすますま行ってくる，我觉得有三个常说的说法，就是ちょっとトイレ行ってくる，我上个厕所。ちょっとコンビニ行ってくる，我要去超商。ちょっと買い物行ってくる，我要出门买东西。那这些手法在生活上怎么说比较自然呢？就一起来看看吧。ちょっとトイレ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。またトイレ行ってくるね。また？もう5回くらい行ってるよね。お酒飲むとトイレ近くなっちゃうんだよね。ちょっとコンビニ行ってくるね。じゃあ、何でもいいからアイス買ってきて。何でもいいの？わかった。はい、ガリガリ君。いやー、普通これじゃないでしょう。じゃあ、食べなくていいよ。映画見る前にトイレ行かなくて大丈夫？そうだね、行ってくる。ちょっと、おしっこ。大丈夫？酔ってる？じゃあ、4階に行って服見よっか。うん、ごめん、その前にちょっとトイレ行ってくるね。お待たせ。うん、じゃあ行こ。ちょっとトイレ行ってくるね。おしっこ。大家也不妨、试试看哦。那今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅，下次见，拜拜。对，我要去厕所，如果直接翻译的话，ちょっとトイレ行く，但是ちょっとトイレ行ってくる，因为一定会回来，嗯，所以行ってくる。